今回は月が同時になる練習をやっていきたいと思います。まず1つ目、足元からの力を手に伝えるための練習。膝を緩めて小さくなる。そこから力を爆発させて手を前に出してみましょう。前だったり横だったり上だったり